皆さんこんにちは。ですね、アクシデントがありましたが、ですね、ゲリラダンジョンやっていきます。今日の1時半からのゲリラダンジョン、今1時48分ですけれども、やっていこうかなと思います。メタゴロダンジョン、はい、メタゴロ大量発生。もうスタミナが51あるから、これ2回いけるな。2回行こう。これ両ソニアでいきます。 OK。 どんなダンジョンなんや。あ、いきなりなんだこれ。ハイメタドラだよな、これ真ん中のやつで。ハイゴールドメタドラと右のカスみたいな、カスっていうか、あのちっこいやつね。じゃあまず一発目どんだけ持っていくか。あ、落ちた。やった。これ結構余裕だな。じゃあ、お、いい、いいね、いいね、いいね。じゃあ、ちょっとこれも、一気に潰していくか。全体攻撃を使って。お、いけるな、あー。お、来た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 。お出ましだよ、キングゴールドドラゴンの。じゃあ、これも、うまい具合にちょっと、全体にしてみます。結構多いんだけどな。いいんじゃないか。でけえの来てほしいんだけどな。でけえの来ないか。じゃあちょっとこれうまい具合に整地されてるんで、どうしよう。これ盤面6個もいけるね。6個もいける反面だ。5コンボやった。カマドラベイベイが欲しいんだよな。あ、やった、いいの落ちた。オッケーオッケーオッケー。カマドラベイベイ欲しいんだよな、どうしても。え、もうラスボスかよ。あ、来た、カマドラベイベイ。あ、てかこれ必須で出んのか、そもそも。よし、こいつを何としてでもドロップさせようかなと思います。あー、ハイメタドラか。さてと、じゃあこれ最後のタマドラベビーは確定なんだよな、教えなかったけど。じゃあちょっと足りない闇ドロップを生成して、いざ。これ問題なく倒せるはず。頼む、もちろんタマドラベビー来い。あー、来なかった、ハイメタの方か。というわけで今回はタマドラベビーがドロップしなかったと。仕方なくこいつらを合成すると。